おはようございます。今日は2月20日金曜日ですね。本日紹介する花はローズマリーです。和名は万蘭楼、原産地は地中海沿岸。花言葉は水浴、思い出。古代エジプトではミイラの腐敗防止のためローズマリーの枝を棺に入れました。古代エジプトではミイラは将来蘇るものと信じていたため再生と武士の象徴でした。そこからこのような花言葉がついたそうです。とても神秘的な花ですね。それでは今日も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ Twitter のフォローと YouTube のチャンネル